前回のあらすじ。いると気持ちいいものですね。ピーンポーン。あの声は霊夢さん。どうしましょう。周りから霊夢さんとは関わるなって言われてるんですが。でもかわいそうですし、入れてあげることにしましょうか。霊夢さん、鍵開いていますよ。お邪魔しまーす。霊夢さんいらっしゃいます。あ、ゆかり。あのね。これには深いわけが。青鬼だー。消えろー。待って、お待ちください。ノー、ノー、ノー。は、は、びっくりしました。まさか霊夢さんに化けた青鬼が襲ってくるなんて。化けてない。私。本物。騙されませんよ。霊夢さんはそんな片言な喋り方じゃありません。違うの。ゆかりの攻撃で。瀕死状態なの。だから騙されないって。私の会社でのあだ名。無能クズの助。え？去年会社からもらったプレゼント。どんぐり、かっこけむし入り。まさか本当に。霊夢さんですか？だから、そう言ってるじゃん。すみませんでした。まさか霊夢さんが青鬼になってるなんて思いもしなくて、なぜ青鬼になってるんですか？好きで青鬼になってると思う？霊夢さんならありえなくはないかなと。なんだって？ごめんなさい。なんで青鬼になってしまったのか覚えてないんですか？なんか家に帰ったら大きな青くて丸い物体があって、宇宙チョコレートかと思って食べてみたら、青鬼になってたんだよ。そこで食べることを選択するなんて、さすが霊夢さん。なるほど、一度その青い物体を見てもいいでしょうか？もちろん、じゃあうちにおいで。あれ？青い玉が、ない。霊夢さん、もしかして青鬼になってしまったショックで幻覚を見たんじゃ。そんなはずは。なんで？なんでなの？皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。最後は霊夢の一言でお別れです。ではどうぞ。もちろん俺らは抵抗するで。リコーダーで。